しばらく海風が強かったんだけど、台風が通り過ぎて今日は多少風が緩みました。ちょっと久しぶりにヘギングをやってみようと思います。ここはちょっとした漁港で、目の前から深くなってます。ただちょっと向かい風があります。水深が結構あると思うから、ある程度沈めてやってみます。結構正面から風が強いから、竿をちょっと下向きでしゃくってみます。多分10メートルぐらいあると思うから、中層を通すような感じのイメージで。雨か。ダメだね。ちょっと場所を移動します。さっきの場所は風が強かったから風裏になってる場所に来ました。ここなら風もないし波もないし、かなりやりやすそうです。ただちょっと磯が歩きにくそうだけど、初めてやるところです。釣れてほしいな。なんかコツってなったけど、フグかなんかかも。ちょっと砂浜のど真ん中は反応ないから、ちょっと磯の方行ってみます。もう夕方だからあんまり時間がない。もうちょっとしたら暗くなり始めます。
この後また新しい台風が来て、明日からもう海は大荒れになるから釣りたいな。結構こういう高い位置の方が底の地形が見えてやりやすいです。低い位置からやると突起とか見えなくてエギが引っかかったりします。あれ、あ、今魚が釣れた。でも外れた。エギがあそこに見える。イカは追ってきてなさそうだな。イカは追ってきてない。何も追ってきてない。多分浅場にイカがいないわ。さっきのちょっとしたワンとイソが全く反応ないから、ちょっと大きい漁港に来てみました。もう少しで暗くなるから最後に夕間詰めにこの先端にかけます。あ、こっち側墨跡がすごいな。こっち側でやってみようか。風も今ちょうど夕凪なのか何なのか若干弱まってる。あ、追い風だ若干。もうあとはもう回遊待ち。多分10メートルはあるでしょう。釣れた、やった。粘ったかやった、でかい。やった、諦めんでよかった。やっぱ場所か。ああいう浅場の地についてなくてもこういう場所でこう回遊してくるのかも。あ、そばにもう一匹ついてるわ、でかいの。ちょっと高さあるから。すぐ後ろいる。でかいでかい。やった。
よいしょ、やった。でっか。一投目で、いい煽り。やった。諦めずにやってよかった、本当に。綺麗な煽り。よし。いつも浅場とかジーソというかゴロタみたいなとことかやってるから、こういうでっかい漁港で釣ったのは初めてかもしんない。ちょっと今チャンスタイムだ。もうちょっとやろう。後ろにも一匹いたし。釣れた、やった。割と近くで釣れたな。これもなかなかのサイズ。ユーマ詰めだな、これ。ユーマ詰め効果だ。がっつり抱いてるっぽい。でかいでかいでかい。2匹目がっつり抱いてる。ちょっと今日は用意が悪いからこんなんだけど、でも真っ黒だし。今イカ当たった。焦りすぎた。釣れた。目の前で釣れた。よし、3匹目。これはちょっと小さめだけど、3匹目。よし、はあ、もう暗くなったな。ユーマ詰めに大きい堤防でなんとか3匹釣れました。多分回遊のイカみたいのを初めて釣れたと思うから嬉しかったです。ただ今回はなぜか浅場で全く反応がなかったです。どういう理由なのかわからないけど、イカは釣れるときは釣れるんだけど、釣れないときはやっぱり全く釣れないというか難しいです。よし、今もう完全に暗くなったんだけど、さっきの堤防でナイトエギングをやってみようと思います。